今回はキツナカート追加で増えるであろうこだわりデッキ勢に向けて、同じデッキを使い続ける上で大事にしたい配置の話をしていくよ。打つよ。戦機解放。目覚めを使ってきそうな龍鳳に伏兵を問いますために、長井の意味は神杉のりまさを狙うよ。目覚めよ天下の義士たちよ。敵の罠に気をつけろ。臆病ではない、慎重なだけだ。俺がやっちゃる、やっちゃる気に。行くぞ。遅い。ジェクショー、ここまでか。従い者か。このゲームは試合開始までに一定の時間があって、開幕は相手の腕に関わらずフラット状態から始められる。やからこそ配置を考える時間が大事だと思っとるよ。同じデッキを使っていく強みは開幕のパターンを覚えていけるとこが大きいと思う。このデッキはあのデッキにはこの配置、相手の配置がこうならこうする、こういうデッキの相手はこのデッキ相手にはこういう配置をしてくることが多い。そういったデッキごとの経験値を積み重ねられる点がこだわり勢の強みやと思うから、今回の動画は強い配置が見つかって開幕で決まった試合を2つ選んだよ。もう容赦はせんぞ。これが現実だ、受け入れろ。見切った。くらえや。打つよ。見切った。くらえや。プレイ中はもうそれ打てるって焦った記憶、地球破産を甘く見とったよ。正しいものが破れるか。見切った。流派発動。三の型。捨ててよ。抵抗するだけ褒めてやろう。もう一発セーフではありそうやけど、ここまで削ったから、あとは押し込みで割ろうとしたのは甘いやったから反省点。一歩ずつでいい、何年かかってもいい、着実に前へ進むんだ。行くぞ。
スタイル。敵の罠に気をつけろ。行くぞ。チェクショー、ここまでか。クライアー一方入魂。遅い。行くぞ。どんな苦難があろうとも、犬どもの分際で。見切った。違った。私はさっきと全く同じパターンやね。こんな感じで任せておけ。このデッキはこれ系の相手にはこの配置をすれば有利になりやすい。手のを覚えれば覚えるほど開幕が強くなると思っとるよ。試合の時系列はこの試合が先やけど、これをきっかけに相手が複製いなくてエースが前衛兵士のデッキならこの配置がやりやすいって感じたから、最初に動画にした試合ができたと思うよ。流派発動。一の型。行くぞ。出て大丈夫か。失せろ。行くぞ。臆病ではない、慎重なだけだ。これが現実だ、受け入れろ。父上、私の戦いぶりを見ていてください。捨ててよ。見切った。どんな苦難があろうとも。失せろ。遅い。ごめんね、守れなかった。ご視聴ありがとうございました。投稿者もお気に入りのこのデッキを使い込んでみようと思ったよ。